久保さんさっきね、動画撮ってたんですけど、これ、アメックスのプラチナカードの DM がまた来て、これ6回目ぐらいなんですけど、今回の DM、めちゃくちゃ良かった。何かっていうと、もう年会費14万じゃないですか、ああのアメックスのプラチナ。年会費14万なんですけど、このね、この14万をいかに、この、いや、14万安いよっていうね、これ見る見れば見るほど、 これ全,然全,然全然14万元取れんなみたいな。このね、比較、比較てここのうまいなと思ったのが、このね、まあ、1年に割ると1万1917円。で、じゃあ、あなたはね、1万197円を月でどういうものに使っているのかっていうね、<laughs> こんなのに使ってるよと。でも、これに使っても、ここで得られる価値は得られないよね、みたいな、もうね、全部なんか潰してるというか、この、 僕がもう思ってた、そのこの14万円かーみたいなね。いや、これ見れば見るほど、しかもね、これ保険とかもすごいんですよ。保険が、このね、このスマホぶっ壊れた時も、なんか最大10万円修理代とかね、事故1億円とかね、なんか旅行の損害保険1億円ついてたりとか、なんか保険1億かみたいな。 うん、隣,の隣の家の窓ガラスを割,割,割ってしまった、自転車運転中に歩行者にぶつけ怪我をさせてしまったと、日常生活で起こるさまざまな事故により、法律上損害賠償が責任生じた場合、保険金最高1億円まで支払われると。 スマートフォンであれば、ほあの、最大、スマートフォンぶっ壊れて1、1、二年で格好にしてぶっ壊れたら10万まで出たりとかね。まあ、使わないかもしれないけど、ああ、すごいな、みたいなね。このね、やっぱコンサルジュっすね。コンサルジュ。そう。これ、ラウン、これいいっすよね、こういうの。いや、マジかー、みたいなね。プラチナカードライフ。いや、これはね、 多彩なサービス <laughs> これすごいっすよなんかこれはこう僕のこの DM の作りがもうマジこれ作った人すごいなと思うんですよ。14万3,000円をあの14万3,000円をねいかにこの何だろうなこの安く見せるというか価値があるというか。 いやこれちょっとこの DM 震えましたね。まあ僕はもうちょっとプラチナカードに興味あるっちゃあるので、もうピンポイントですねうん。でも、でもその誘惑に負けない。とりあえず。まあでもね、40になって、一回動画のネタで言ってもいいなあとは思うんですけど、14万かっていうね。 うんでもまあプラチナカードどうなんだろうなまあまあこれちょっとね40歳になってからまたかまた来ると思うんでちょっと40歳になったらちょっと考えますでもねこのカード系の動画撮ってるんですけどぶっちゃけカード系の動画で10万以上はもう余裕で稼いでると思うんでまあいいかないいかなっていう部分もあるんですけどねまあ広告費でその稼いでるから <laughs> うーん 一回所有してみてダメだったら、まあその14万円分は YouTube のクレジットカード広告費で稼いじゃってるから、まあ赤ではないんですよね。無料で来る DM で <laughs>、無料で来る DM で動画撮って、その広告費トータル、まあ僕動画いっぱいあるんで、まあ、その広告費14万以上は稼いでますから、余裕で。だから、まあ赤ではないんですよね。うん。だからまあいいかなっていうところも、1年ぐらいですよ。うん。別に解約してもいいましたけど。 わけだし、うんまあ、何が言いたいのかっていうと死ぬ前どうせ消えてなくなるし死んでいくしその死ぬ前に1回ぐらいいいかなっていうのはあるじゃないですか,なんかここ死ぬ前に一度行ってみたいどことかねあありません死ぬ前にここ一度は行きたいなとかね、まあ、乗ってみたいとか買ってみたいとかいろいろあると思うんですよ。だから まあそういう考え方ですよね。終わりを考えると、まあ、1年でな、まあ今回は年っていうね、あの、うん、感じですけど、1年間で今年は絶対これやっときたいとかね。なんかそういうふうにやるといいんじゃないかなと思います。まあ死ぬ前までだと、死ぬいつの年ですかってなっちゃうんで、年ごとになんか考えると、 うんいいと思います。今年はこれ絶対するぞ。今年はこれするぞとか、今年までにこれを終わらすぞとか、あのー、そういうのがあるとね、いいと思います、ね、だから特に僕なんか、今年は本当に僕39と40の,その境目の年なんで、いろいろとその区切りがし,しやすいですね。30代のうちにとか、じゃあ40代になったらとか、今まで30代やってこなかったことを40代やろうとか、もう40代やることをも決めてるんですよ。 今までやってこなかったことを40代になったらやろうって決めてるし、まだ39と40のこの境目、非常に僕はこの年はね、この1年は非常に僕の中で結構、まあ3、4も売りましたしね。うん、だからまあ、いい年だなと思いますよね、今。うん。ね、よくね、あの、今年の目標は言うてね、なんか流れるじゃないですか、みんな。みんな流れてますよね。 そう僕流さないためにも元旦からうううセールスしましたからあの34を <laughs> 流れないようにうんはい1年の目標夢元旦からもう4ヶ月でかどうすか忘れてませんいってらっしゃい